メダカだけじゃかわいそうかなと思って、はい、他の生き物も取ってこちらに入れて育てていこうかなということでペットですね。ペット ペット探しに行く。いいですね。食べですね。検証もしたくて、はい、同じ仕掛けを2個作って、はい、餌だけを全く違うのを お互い設置して、はい、どっちがどういう生き物が入ってるかっていうのもちょっと調べたいっていうのもあります。お、楽しみですね、はい、ちなみに今回なんですか、餌は何と何で比較するんですか。自分らで配合して作った餌と、はいはい、サンマ。サンマ最強じゃないですか。サンマ最強ですね。はい、じゃあ今回買ってきたものですね、100均で全部今回も揃えました。ランドリーバッグ、手芸用の綿、網戸です。おお、めっちゃ膨らむ。膨らんできた。おーおーおおおお、出た。すげえすげえすげえ。こちらに、こいつ、え、ひらかん。マジ。は、はるさん、録画できてなかった。エイプリルフール。嘘でーす。そうなんですよ、今日4月1日エイプリルフールなんですよ。いました、皆さん。今のがあのカメラが回ってないって発覚した時の YouTuber の顔ですよ。ピッて音聞こえたけどなぁと思ったし。焦ったっすか。あ、こんぐらいだったらまだ大丈夫だなと思った。あー、撮り直し聞くかなと。待ってください、あのさ、これ入り口こんなに切ってるんですけど、うん、こんな切ったらつける意味ある、あったんすか。うん、大丈夫大丈夫。大丈夫ですか。まあまあまあ、まあまあまあ、まあ大丈夫だろう。次は餌ですね。餌、だし系のものを集めてみました。かつお節、うん、じゃあカタクチイワシの煮干し、しいたけ、ほんだし、イカ、そしてあのこちら北海道から参加、むきこまい。え、何それ。何なんですかね、こまいって。こまいっていう魚がいるんじゃないですかね。北海道産こまい、はい、こっからアイエンヌ号のコマエ、小さな音がする魚。うーん、なんか鳴くんすかね。コマエはマダラ、スケートオダラと同じタラの仲間。タラの仲間、氷の下の魚って呼ばれてるらしいです。寒いところにいるんだ。北海道産って言ったからね、寒いだろうね。かっこいい、うん、じゃあこれをこんなの一匹ごろ、もしかしたら生きのいいやつから。じゃあ一本、乾燥してるけど、え、でかっ。で、すげえ。これ丸々一匹。あ、皮は落とされてる。あ、匂い、すごい、いい。おぉ、おぉ、硬そうだね、やっちゃう。おぉ、お願いします。こなれ、お、いけ。まーた誰が引っかかった。こまいこまいもっと細かくで、止めて、お、引っかかってない。あ、今いい感じじゃないですか。木くずみたい。いい感じですよね。匂いがめっちゃいい出汁の匂いがするんですよ。じゃあ、入れる、ポイント、最強を作るためには、うん、もうこの水分ですら、うん、匂いがあるものを使いたいんですよ。匂いがあるもの、それ、こちら。ニンニク。ニンニクです、ニンニク。すごいこれ。これを、ペチャッと。わお、うわ、めっちゃ匂いやばい。すごいすごいすごい、すごい匂いする。収入力は半端ないと思う、これ。サンマの、サンマの匂い気にならないですよ、これあったら。サンマに勝てる気がする、これ、うん、完成ですね、スペシャル集団子ですよ、これ、うん、じゃあ完成した団子なんですけど、ちょっと匂いがあまりにもすごいので危険にしておきました。はい、サンマ買ってきました。この中に入れます。よし、見えるかな。はいはいはい、よいしょ。雲の上ですよ、まさしく。初めてというところだから緊張してます。緊張します。これ結構高いんじゃないですか。あ、冷たい。あ、これハールさんが罠を仕掛けに行きます。こっちとか良くない。あ、入り口、入り口付近いいですね。いい感じに、しかも上から草が垂れて、うん、障害物というか。どうも、なんすか、なんかいる。アメンボにびっくりした。アメンボ。綿めっちゃ浮く。
まためっちゃ浮いてるじゃないですか。大丈夫ですよ。あっちに橋があるんですよ、奥に見えるかな。あそこら辺も結構暑いのかなと思って、で橋、このトンネルの向こう側にもう一個の罠仕掛けたいと思います。もともとなんかあったみっぽいね。はい、なんだろう、トンネルか防空壕的な何かかもしれない。おはははは、危険。この封印解いていいんすか。はい。ポケットに入れたくない。臭い。一日置いときました。置きました。ということで、はい、あの罠はどうなってるのか、はい、見に行きましょう。どうしたんすか。大丈夫。大丈夫ですか。大丈夫。こちらですね。どうすか。わかんないけど、今機械が入ってることにびっくりした。そういえば昨日 GoPro 仕掛けてたんだと思って、それにちょっとびっくりした。あ、そっち。俺も機械ってなったっすね、今。あ、入ってる入ってる。入ってます。ヤゴも入ってる。ヤゴも。ヤゴ、ほらほらほら、なにこれ。ヤゴみたいのが入ってる。本当だ、ヤゴみたいなの入ってる。すげえ。でも事務所のヤゴと違うね。でもケツ長い。あ、なんすか。ヒョウ。ヒョウ。うわっ、あいや、これなんかに開けられてるじゃないですか。ねえ、なにこれ、なんすかねこれ。これ普通の、え、これ置いただけだけどね。置いただけだけどな。なんかに開けられ、海だったらウツボって言ってるすけどね。うん、川だったらなんだろう。川、いろんな死骸がいるな。アリンコの死骸とか、はい、なんかムカデの死骸とか、ちっこいのだよ。はいはい。あとなんか、カーみたいな、が、何、ハエみたいな死骸とか。この洞窟を抜けたところにもう一個の仕掛けがあるんで、はい、あ、なんか見える、見える、見える。大きい、何あれ。そこそこいいサイズだよね。何これ、なんか大きかったっすね、今魚、うん、こんぐらいぐらいあったよね。うん、なんだろう、あれテラピア、テラピアでもなかったし細かったしね。あれあれあれ、こちらの魚。あー、中身どうなってんのか。あ、壊れた。あら、開きまくり。え、ほんとだ。なんでそんな強いやついっぱいいるんですかね。待って、はい、まだニンニクの匂いするんだけど。あ、いる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 。何が、いるいる。バケツバケツバケツ。もう結構でかい。なんすか。あ、なにこれ、ハゼ、ハゼみたいのがいるね、ほら。ハゼみたいな、土壌みたいな。おお、取れた。よかった。ちょっとまだ見てみますか。まず一匹目。あ、いた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 。お。オッケー。またこれも穴から逃げたかもしれないですね。ああ、こっちからね。はい、じゃあこんだけね。はい。二匹取れたんで。はい。こちらですね。これをね、はい、ハイサイの事務所の池に。吉信だなこれ。吉信。何です、名前ですか。ヨシノボ、なんかそんなヨシノボリだったから、ヨシノボリっていう魚に似てるな。そういう魚いるんですか。うん、これ写真撮ってから調べたら、はい、ヨシタさんとかに聞いて、森のヨシちゃん来ますか。ヨシちゃん友達。ヨシタさん、じゃあ送ってから聞いた方がいい、分かるぞ。
ちゃこれから俺たちこれ入ろうと思ってんだけど。え？この中に？中気になるじゃん。うん、マジ？うんうん。入りたい？一緒に。一緒にって、え、誰と入る？え、一緒に？この子ら連れてっていいっすよ。この子一緒に入る？いらっしゃい。これオスとメスだったらいいっすね。確かに。ちょっと子供産んでくれれば。いらっしゃい。あ、いったいったいった。元気に。深いとこ行った。こいつも。あ、こいつは奥行った。奥行ったね。2匹だけですけども、新しい家族が増えたってことで、検証結果は、手作りの方がいたってことだよね。そうですね、でもまあなんかもう一回仕掛けを頑丈にして、ちゃんと調べてみたいところでもありますね。確かにリベンジしたよ、はい、行くときは普通にこれで行きます。頭打った Thank you.